天章カルタとは16世紀、ポルトガルより日本に伝えられたカードゲームを国産化したもの。カルタとはポルトガル語でカードを意味する。いわゆるトランプの一種である。この系統のカードの総称として天生カルタあるいは天生系と呼ばれ、これは天生年間に製造され始めたことに由来する。また、これを使った遊戯法として天使を 天守などの故障にもなっている。梱棒、刀剣、金貨、聖杯の四種類の文表、1、虫から九までの数冊と、女王、騎馬、国王の絵札で構成される計四十八枚。最初は、ラテン系のカードの忠実な模倣であったが、国王や騎馬の鎧兜が、日本の武士のように変化して、やがて、うんすん、かるたや、すんくんかるたのように枚数を拡張して、 他人数が遊べるように対応したカルタも作られた。兵庫県芦屋市雫水美術館には、天章カルタの金棒の国王の札がただ一枚、所蔵されており、その札の裏面には、三池住定時の文字が入れられていることから、九州、三池を日本のカルタ発祥の地として、三池カルタ、歴史資料館が設立されている。神戸市立博物館には、 重箱に作り替えられた版木が残存しているため、図像の全貌を伺うことができ、これをもとに復刻版も作られている。16世紀のポルトガルやスペインのカードは、ドラゴンカードと言われ、1の札には西洋の竜を描き、刀剣と棍棒では竜と格闘している様子を、また、棍棒の2には男性の人物を入れるなど、他の国のカードには、ほとんど見られない特徴を持っていた。 初期の天章カルタはこの特徴を忠実に模倣しているが、天章系のカードとされる構成の札は徐々に日本風に変化していった。うんすん、カルタに竜や女性が描かれるのはこの名残であるが、やがて元の絵を想像することは到底困難と思われるほどにデフォルメされていく。これは仏壇に置いてあった天章カルタから、 キリシタンではないかと疑われて、大騒ぎになるという事件が起こったりしたため、こういった誤解を避けるため、意図的に聖杯の図像は天地を逆に描かれるようになった。またトリックテイキング系の技法が、うんすん、カルタに集約され、読みやめくりの技法においては4つの文表を明確に識別する必要がないこと、そして安価に早くカルタを製造するために、 簡略化していったものと考えられる。製造元による各地への物品流通事情により、地方札と呼ばれる様々な札が生み出され、ローカルルール化が促進され、個別の技法が考案されていった。また、株や金後の技法に特化するため、4スートから1スートになったものもあり、これは現在も販売される、株札に継承されている。これら、地方札は、 明治35年、1902年の国廃税の導入によって売り上げが激減した。さらには、カルタの製造数を監視するために綿密な帳簿作りが課せられ、地方の弱小製造メーカーは廃業に追い込まれていった。その後、京都の有力メーカーが地方の需要に応えていったが、これらも昭和中期までには生産を中止していった。 一部の札は現在でも入手が可能ではあるが、これは研究者やコレクターを対象に復刻されたものが、ほとんどで、実際に遊ぶために販売されているのは、株札のみと言っていい。なお、地方札の名称は、京都や大阪を中心とする製造元が、識別するために使用した業界用語であり、実際の使用値における故障ではない場合がほとんどで、ある。 小松札黒札桜川札コンボ、刀剣、金貨、聖杯の四数と、角十二枚、計四十八枚を二冊、白札等、大事札小丸札。ありがとうございます。